吉田さん、今回は暗号通貨のことについてちょっとお話しさせてもらいます。特にね、暗号通貨の中でもビットコインでもイーサリアムでもなくて ADA っていう体のエーダってやつですよね。実はね、私の速稼塾の塾生さんの中に私の放送でですね、影響を受けてこの体のエーダに興味を持って自分でも購入したんだけども、ちょっと難しいね、次世代型の分散型金融デファイってやつをやり始めた人がいるんですよ。でその中で体のエーダのステーキングを使えるようになったんですよね。もうちんぷんかんぷんでしょ。簡単に言うとですね、銀行を開設して銀行の金利をこれをね皆さんに出すような、そんなことができるようになった人がいるんですよ。これは体のエーダの中でもきちんと公開されていて、ユーザーなら誰でもこういったことができるよっていう形なんですけども、ちょっとね難しそうでしょ。そのなんていうんですかね、ペイペイが難しいと感じる人に暗号通貨はもっと難しいですし、さらにこの暗号通貨の中でもステーキングといってですね、人に報酬を出すようなそんな仕組みを作ることってもっと難しいように感じるじゃないですか。でもね、実はそんな難しくないんですよ。やればわかるんですよね、これね。あのインターネットが普及した時に一番最初に私たちが影響を受けたのは情報が民主化されたってことなんですよね。今まで特定の人がせき止めていた情報がインターネットによって情報の流通が激しくなって、誰でも調べれば自分の好きな情報にアクセスできるようになったんですよ。それこそ裏社会の情報から怪しい情報、そういったものまで、だからね、最高の知識に私たちはいつでも触れることが今できるんですよ。でも難しそうだから触れに行かないでしょうね。例えて言うと、日本語しかわからない人が外国語を見に行かないようなもんなんですよ。でも中には一生懸命翻訳って作業を自力でやろうとする人がいるんですよね。で翻訳した結果、日本語は75億人の人類の中で1億人しか使ってない、1億人のたった1億人の共通の知識なわけなんですけども、英語を覚えることによっていきなりね30億人分ぐらいの情報が見えるようになってきたっていうことなんですよ。そこから取り出せる報酬を一部の方に付与するのが、まあ利息ステーキングってやつなんですよね。で今回ね、このね、私ね本当にね誇らしいのが、速稼塾の塾生さんの中にこの塾生さんの中にこのステーキングを扱える人が出てきたってことなんですよね。でしかもこれはねリスクがないんですよ。不思議でしょ。こういうことなんですよ。これ例えば私のお財布だとしますよね。このお財布に10万円入ってます。この10万円を銀行に預けて、そして1年経ったら利息が入るとかっていうものじゃないんですよ。自分のお財布に預けていて、そしてこのお財布にあるお金を預けるんではなくて、ここに10万円あるんですと、10万円あるんでぜひねあなたのステーキングさせてくださいっていうふうに委任するんですよ。委任するだけですんで、このお金はいつでも使えます。なのに金利が入ってくるんですよ。しかも5日ごとに。これによって私はですね、現在年間で見込みでですね300万から400万円ぐらいの金利を受け取るような権利を受け取りました。これ聞くとちょっと怪しいでしょ。でもね、5日ごとに分散した報酬入ってるんですよ。1ヶ月で30万ぐらい入ってるんですよ。5日ごとにです。5日ごとに入るんで、5日ごとに決済して課税をしなければならないんですよね。嬉しい課税ですね。で元金はずっと私のお財布の中です。まあ、こんな時代なんですよね。考えてみたら、私はその20時間ライブね、山口陸さんのを見て、え、アプリってこういう風に作れるんだっていう風に、情報によって私はアプリを作るっていうね、そんな世界に入りました。あ、そして知るってすごいなということで、インターネットの力っていうのはまさにね、知識をシェアすることなんですよね。どんどんシェアするのに無料なのか有料なのか、そこには分かれ目があるんですけども、私はまずは有料で電子書籍っていうもののシェアをいただきました。その後は私は今いろんな方にね、速稼塾のカリキュラムの中に無料で提供することができてるんですよ。で投資の知識っていうのももう今ねタダで手に入るんですよね。だから私はタダ同然で投資の知識は身につけました。だからね、お金を払ってやる必要ないなと思ってるんですよ。ただ人にはお金を払った方が学びやすいというふうに感じてる人もいるんで、学びやすい環境を整えるために課金する、お金をいただくっていうことも段取りとしてはあると思うんですよね。よく言います、
300円のビニール傘は無駄にするけども1万円とか5万円で買ったエルメスの傘は大事にするみたいな、ね、そんな感じなのかなと思います。確かに私も思いを込めて買ったナイト2000はものすごく大事に乗ってますけども今までのねセルシオとかねレパードとかねセドリックとか結構乱暴に乗ってたような気がします。実際全部事故で壊しましたしね。ナイト2000は絶対事故らないように、それこそ事故っても保険をかけているから安全なんだけども、ものすごい慎重にトロトロ乗ってますね。ということがありまして今回ね、仮想通貨のことちょっとお話しさせていただきました。速稼塾の中にこの暗号通貨っていうねカテゴリーがあるのは本当に誇らしいことだと思います、うん、これはね必ずしも吉谷さんのドリームアカデミアと張り合うわけではないんですけども、私のカテゴリーにはこの暗号通貨ってものがあって、ある一定の資金を持った方で暗号通貨のリスクがちゃんと理解できる方ならものすごい楽にお金が爆速で増やせる仕組みです。これはね速稼塾にしかないなと思ってますね、はい、ただね吉田さんが言われるように元金を作るのに借金したりとか生活費を切り詰めるっていうのは私は大反対です。まずはビジネスをマスターしてほしい、ね、ビジネスをマスターして余剰資金がいつでも作れるようになった状態から投資の世界に入っていかないととんでもない目に遭いますからね、うん、それこそ運よくねいきなり投資でうまくいった人を自分もそうなるんだって勘違いしちゃう人が出たら全く意味がないです。本当に全部崩壊で人生棒に振ることになりますので、私はね絶対にビジネスこれをマスターすることが第一だと思っています。ビジネスから逃げないでほしいと思いますしね、衣食住と同じぐらいビジネスは生きる上で必要最小限不可欠なものだと思います。それはもうこれからも変わんないですね。それこそね自分の子供に利益の出るビジネスを教えれるぐらいじゃないともうやってられないですよ。それは社会出てね大人として30代40代生きていて人に商品が売れないっていうのはこれはねちょっと頑張らないといけんところのもう最たるもんだと思いますね。はい、ということで今回は以上です。